アプライドドラマとは、イギリスで始まったドラマ教育の教授法の一つ。応用ドラマ、応用演劇ともいう。アプライドドラマは、観客が見るためのものではなく、経験する演劇教育である。多くは、一人、または、複数のファシリテーターが、参加者と一緒に、あるストーリーを作っていく、ワークショップ形式で進められる。クロスコリキアラー、アプローチの仕方が、 複数の教科にまたがる教授法による教育システムでドラマをすべての教育面に活用し人とのコミュニケーションを促し参加した人々のためになるものアプライドドラマの参加者に決まった制限はない年齢を問わず子供から大人まで演劇の専門家であろうがなかろうが誰でも参加できるドラマ教育の文脈で発生した手法ではあるが 行われる場所も教育場面に限定されてはいない。学校や劇場コミュニティの中から始まったドラマ教育、プロセスドラマが外へ飛び出し、大学、刑務所、高齢者施設や病院、養護施設、福祉施設、図書館、博物館、歴史、ビジネスなど幅広い分野で役立つために、室内野外の会場を問わずに行われる。国によりその呼び名が、ストーリードラマ、 社会劇場、劇場教授法、ドラマケーションなど、それぞれ異なる。ありがとうございます。